全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。ここのところ夜が寝苦しくなってまいりました。今日は J リーグファーストステージ第12戦、今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエン、対するはアントラーズ、注目の一戦です。実況はいつものように安塚博士、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。火蓋が切って落とされました。シエル、かなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。速いボールがいったぞ。おお、絶好のチャンス。
手元の時計で15分が経過しています。両チームとも無得点。さあ注目しましょう。つなぎながら様子を見ます。パスを出す方向を見ます。アルラシード、この状況では速攻か。アルラシード、巧みなボールさば、絶好のチャンス、決めた。キーパースーパーセーブ。前半24分、シエロ少し攻めあぐ、あーっと打った、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは杉下、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ピンポイントにクロスを入れてきました。いやーすごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。前半35分、シエロ守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。巧みなボールさばき、絶好のチャンス、前半35分、シエロ1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。手元の時計であと1分、シエロコーナーキックのチャンスを得ました。ポストの右に切れました。ピッチの奇跡、このシュート。ここで前半戦が終了、0対2、シエロ2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。後半25分になろうというところ、シエロ守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。早いですね。パスを出します。すごいパスが通った、決めた、入った、ファインゴール。手元の時計で25分になろうというところ、シエロ1点をもぎ取りました。川本きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。やはりよく練習してるんでしょうね。まあいい感じじゃないですかね。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。あんまりコンディションが。ジョルジーニョ、ここでサイドチェンジ。シエロ、ここでパスの目を摘んでおきたい。センタリングのチャンスだ、どうする、打った、キーパーよく防いだ。
手元の時計で35分を回ったところです。シエノ、勢いがあります。アントラーズ、ボールを奪うことができません。無難につないでいきます。蹴った、まだボールは生きている。打った、キーパースーパーセーブ。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対3。シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。
皆さんこんにちは。青葉が生き生きと生い茂る気持ちのいい季節です。本日は J リーグファーストステージ第13節、勝ち点36、現在のところリーグトップシエナ。今日の対戦相手はグランパス。今の調子を大事にしたいところです。実況はいつものように安本博士、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをサンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが、あーっとまだチャンスは続いている。決まった、シエロ先制ゴール。前半1分、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。体で止めに行った。ここでカウンター。ピッチの奇跡、速いパスワークです。キーパー1対1、まだボールは生きている。入ったー、ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。キーパー悔しがっています。シエル1点をもぎ取りました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。杉下、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。手元の時計で15分になろうというところ、グランパスコーナーキックとなります。キーパー相手の動きを本当によく見ていました。手元の時計で25分が経過しています。さてどうしますか。あっと読まれていました。これはカットされます。片桐、通った、絶好のチャンス。巧みなボールさばき、体で止めに行った。シエロ、相手ディフェンスを破れない。ここで前半戦が終了。2対0、シエロ2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。この調子だとこの後一花ありそうですね。それも一つの手だと思いますよ。シエロ、オープンスペースを探します。ゴール前チャンス、完全にフリーだ。入った、ファインゴール。後半1分、シエロ1点をもぎ取りました。澤田、きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。澤田、これは嬉しいでしょう。いい感じじゃないですか。最後の詰めがうまくいってますね。後半13分、シエロ、
リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。後ろに出した。ああ、チャンスだ。どこに上げるのか。ヘッド、キーパー大事に抑えます。後半35分になろうというところ、あーっと、インターセプト、強引にカットされました。オープンスペースを伺います。右サイド待っています。無難につないでいきます。山崎、無難につないでいきます。巧みなボールさばき、あーっと、止められました。小倉、左コーナーから蹴るのは得意としています。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、3対0、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。まさに波に乗り始めたというところでしょうかね。解説は水沼貴さん、ピッチレポートはファンセッタジローラモさん、実況八塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。日が長くなるにつれ、夏の到来を感じさせます。本日は J リーグファーストステージ第14節。勝ち点39。現在首位を行くシエナ。今日の対戦相手はレッズ。ここはぜひとも抑えたい。実況担当は安塚博史。解説は元日本代表の木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフです。シエナ。どうやらシステム的には532という守備的な布陣です。ああチャンスだ。どこに上げるのか。押し込んだ。あとボールこぼれた。キーパー必死のセービング。前半10分になろうというところ、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。シュートチャンス。イエローカードが出ました。前半8分、シエロ、これはいい位置でのフリーキックです。直接狙った。キーパーまさに神業。滝田まさに壁となって立ちはだかります。前半25分が経過しています。ボールはレッズ。さあ注目しましょう。ベギリスタイン、肩を入れてきました。無難に繋いでいきます。シエロ、ここでインターセプトしたい。センタリング要注意です。鋭いパスが通った。打った。決まった。レッズ先制ゴール。手元の時計で26分を回ったところです。レッズ先制のゴールを決めました。長いチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのは永井。ここは守備がボールウォッチャーになってしまった結果ですね。まあ典型的な守備のミスですね。ここで前半戦が終了。1対0シエロ1点のビハインド。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。1点取られましたが、その後頑張ってしのいでますね。で再び試合が始まります。後半2分、レッツコーナーキックでゲーム再開です。ポストの左に切れました。ブッフバルト、このシュート。後半4分、レッツシステムを352に変更してきました。全体的に攻撃を重視したシステムに変えてきましたね。8番右に叩きます。これは予想外の展開だ。あーっとここで笛。後半5分になろうというところ、シエロゴール近く、絶好の位置。狙った。入ったー。ゴール。シエロここで同点に追いつきました。後半4分、川本見事な同点ゴールを決めました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。木村さん、技ありのフリーキックでしたね。お見事。素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。手元の時計で15分を回ったところです。同点となっています。シエロ、さあここから逆転なるでしょうか。注目しましょう。
片桐、短く後ろへ跳ねパス、パスだ。後半残りあと5分、両チーム一歩も譲りません。ちょっとこの戦術では拉致が開きませんね。こうだ、巧みなパスワークで上がります。こうだ、上がっていきます。タイトなマークです。無難につないでいきます。シエロ、オープンスペースを探します。打った、あとボールこぼれた、キーパースーパーセーブ。後半戦が終了しましたが、未だ同点。今日の試合延長 V ゴールへ突入します。延長戦になりましたね。延長ですか。ここまで来たら勝ちたいですね。延長前半7分、シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。立花、片桐、巧みなボールさばき、これは悔しい。果たして決着はつくのでしょうか。延長も後半に突入します。木村さん、いかがでしょう。なかなか決着がつきませんね。選手たちは疲労の極致だと思いますよ。延長後半開始直後、レッドコーナーキックとなります。高いボールが入りました。ボールが切れていきます。延長後半10分になろうというところ、シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。川本、そのままゴール前まで走り込む。あーっと、ここで笛。レッドカード出ました。ピッチを後にします。退場した彼の分も頑張ってほしいですね。川本、さあ PK です。ここは絶対に外せません。決まりました。手元の時計で10分になろうというところ、見事な決勝 V ゴールです。最後に決めたのは川本、シエロ、接戦をものにしました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。ご覧いただいた通り、1対2、
シエロ V ゴールで試合を決めました。シエロ優勝に王手をかけましたが、勝負は下駄を履くまで分かりませんからね。油断しないことですね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さようなら。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。青葉が生き生き遠い茂る気持ちのいい季節です。今日は J リーグファーストステージ第15節。今日勝てば優勝が決まります。ぜひとも地元で優勝を決めたいところです。シエル優勝をかけた試合、対戦チームはヴェルディ。勝敗はもはや神のみと知るといったところでしょうか。
実況はおなじみの安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンテスタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフ。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、天気がいいのも手伝って、観客の入りも片桐、ゴールを目の前にして止められました。前半30分になろうというところ、シエノ攻め込む隙を伺っています。杉下、はあ、シュートできるか、あっと止められました。これは完全に呼ばれていました。手元の時計で30分を回ったところです。あーっと止められました。いいとこまで上がったんですが、あーっとここで笛、あーっとここでイエローカード、ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。この調子だと先に得点したチームが勝ちそうな雰囲気ですね。試合再開です。何か動きがあるようですね。ジロラモさん、ベルディ352に帰ってきました。巧みなボールさばき、どうする、打った、決定的なチャンスを逃してしまった。後半25分が経過しています。シエロコーナーキックのチャンスを得ました。決まった、シエロ先制ゴール。後半27分、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。こういう形から決められるっていうのはかなりの強みなんですよね。セットプレーの重要さがこれで分かりますよね。何か動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ選手交代です。オープンスペースを探します。センタリング要注意です。打った、キーパーよく防いだ。ここで主審のホイッスル、試合終了です。場内歓声に包まれています。シエロJリーグファーストステージ優勝です。各選手サポーターに大いに優勝をアピール。サポーターはそれに声援で応えています。振り返ってみると充実して見どころの多い大会でしたね。それでは歓声山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。観客席の応援の声も一段と熱がこもっているようです。本日は J リーグファーストステージ第16節、今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエル、対するはエスパル、注目の一戦です。実況はいつものように安塚博士、今日の試合解説は木村和司さんにお願いしています。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。しつこくです。気温湿度とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。前半17分、シエロ無難な立ち上がりを見せています。ゴール前に切り込んだ、インターセプト、強引にカットされました。手元の時計で20分を回ったところです。ボールはエスパル、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。あーっと読まれていました。これはカットされます。片桐、大きくクリア。前半24分、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。ゴール前の混戦からどうするか、ゴール正面だ、ヘッド、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いい位置に走り込んでいましたね。ドンピシャリです。理想的な形ですね。ここで前半戦が終了。0対1、シエル1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか？この調子ならまだまだ点は取れるでしょう。後半キックオフです。後半4分、注目しましょう。無難につないでいきます。激しいマークだ。さてどうしますか。シール、これを抜かれると一気にピンチに立たさ、厚みなボールさばき、絶好のチャンス。キーパー飛び込んでボールをキャッチ。手元の時計で10分になろうというところ、ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。まあいい中盤構成ですね。ゴールに迫ります。アレコ、ゴールを目の前にして止められました。後半14分、シエロ、リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。片桐、この状況では速攻か、どう出るか、体で止めに行った。あーっとここで笛。どうやらイエローカードのようです。どうやらキッカーは川本。手元の時計で15分になろうというところ、キーパー悔しがっています。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、慌てず落ち着いて決めました。これは落ち着いてました。
まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。手元の時計で20分を回ったところです。シエル2点のリード。さあここはどう守る。右サイド待っています。無難につないでいきます。シエル、さあここはどう守る。速いボールがいったぞ。おお、シュートチャンス。ここで試合終了。結果は0対2。シエル相手ゴールを許さず完封勝利です。シエル連勝しましたね。いや本当に今のところ資格なしですね。放送席解説は木村和司さん、実況は安塚ひとしでお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さようなら。
全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。観客席の応援の声も一段と熱がこもっているようです。本日は J リーグファーストステージ第18節、今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエノ、対するはジュビロ、注目の一戦です。実況はいつものように安村博士、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジローラモさん、きらめく星空の下での試合、ロマンティックですね。張り切っていきましょう。漆黒マークしています。さてどうしますか。シエロ、ディフェンスラインが崩れたところを狙われた。藤田、センタリングのチャンスだ。どうしたんでしょうか。これはカットされます。手元の時計で10分が経過しています。シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。いいですよ。片桐、大きくタイプチェンジ。シエロ、どう攻めるんでしょうか。ゴール正面だ。おお、絶好のチャンス。これは決まったも同然。決まった、シエロ先制ゴール。前半10分、シエロ先制のゴールを決めました。澤田、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ゴール前密集状態の中でゴールを決めました。いやー、決めましたね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。前半31分、シエン、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。松森、右サイドバックパス、一旦ボールを下げます。上がっていきます。左から展開します。松森、クロスボールを上げるチャンス。絶好のチャンス。打った、足で止めた。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、ここも頑張ってます。頑張らないとやばいよ。ありがとうございました。激しい攻防だ。レッドカードだ。ピッチを後にします。退場した彼の分も頑張ってほしいですね。
前半も残すところあと1分。シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。狙った、このキックは外れてしまいました。前半45分が終了、1対0、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、木村さん。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。八塚さん、シエロ選手交代。高いボールがいった、シュートチャンス、打った、決まった、ミラクルゴール。手元の時計で5分になろうというところ、シエロチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。吸い込まれるようにゴールイン。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で10分になろうというところ、あーっとインターセプト、珍しくミスです。ドゥンガ左へ、さてどうしますか。シエ、早い段階で抑えておきたい。奥、ゴール前に切り込んだ。あーっと、ここで笛。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。わずかに逸れていきました。手元の時計で30分を回ったところです。シエル、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。ちょっと消極的ですね。シエル、逆サイドに注意したい。打てるか、フリーだ、決まりました、ゴール。手元の時計で30分が経過しています。ジュビロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは藤田。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのは藤田。うん、キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。シエロ選手交代です。この状況では最善の策でしょう。片桐、ゴール前の混戦からどうするか。キーパー1対1、決まった、シエロファインゴール。後半も残すところあと5分。川本、ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。
VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本、これは嬉しいでしょう。ナイスシュート。まあこれは教科書に載るようなお手本のゴールですね。手元の時計であと2分、注目しましょう。ここで壁パス奥、さてどうしますか。ゴール前、蹴った、キーパーよく防いだ。後半終了間際、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。アレコ、ゴール前に切り込んだ、蹴った、まだボールは生きている。これが決まった。後半終了間際、澤田きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。澤田、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、見ていて安心できますね。強いですね。ありがとうございました。ゴール前に切り込んだ、ちょっと抜くには無理があったか。ボールを奪われ、ここで試合終了。結果は4対1、シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。シエロ連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。解説は木村和司さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況は安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
愛する皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。シーズンの折り返しとなります。ファーストステージ最終戦をお送りします。第1位シエロ、最終戦の相手はブラオビーズ。さあ注目しましょう。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。水沼さん、調子良さそうですね。監督の指示の的確さ光ってますね。選手の起用もなかなか目を見張る。さあキーパー執念を見せた。前半26分、シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。ここで壁パス、あっさりカットされます。全体的に動きが悪いようです。ここでカウンター、アルラシード、川本、この状況では速攻か。ゴール前、フリーだ、決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは奥村。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。奥村、これは嬉しいでしょう。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。前半35分、シエロ、さあコーナーキックです。押し込んだ、ゴール。手元の時計で35分が経過しています。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは片桐。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。片桐、いいところに張っていました。サッカーの得点の3割はリスタートからなんですよね。ディフェンスとの駆け引きに勝ったっていう感じがしますね。前半45分が終了、0対2、シエロ2点のリード。前半いかがでしょうか。水沼さん、チームの調子からいってまだまだ安心できませんね。
試合が始まります。後半7分、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。慎重に運んでいきます。厳しいマークだ。安定したパスを見せます。ゴールに迫ります。絶好のチャンス、決まった、入った、ゴール。手元の時計で5分を回ったところです。決めたのは川本、素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対3、シエロ大量得点でこのゲーム制しています。シエロ連勝しましたね。そうですね、絶好調みたいですね。チームの状態も非常にいいみたいです。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。